優勝戦1号艇静岡後藤正宗選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます、えー、今回オール2連隊の活躍、逆転での予選トップ通過となりました。はい、61号機の評価から一言お願いします。あのー、しっかり力強くて、あのいいエンジンだと思います。はい、えー、今日、今回は気圧の上限も結構あったかと思うんですが、調整はいかがでしたか？そうです、ね、えっ、ー、と今日がだいぶ気圧落ちてるんで、あのー、ちょっと調整が必要かなとは思うんですけど、まあ一生懸命合わせるように頑張ります。 どのあたりをまた求めてっていう挑戦になってくるんでしょうかね。いやもう今日はしっかり回転合わせきれればね、あの足負けは多分しないと思うんで、あのそこだけ頑張りたいと思います。はい、えー。スタートについてですけれどもゼロ代もありますが一節まとめるといかがですか。はいあのー、足はねしっかりしてるんであのしっかり自分の感通りにはいけてますね。はい。はいえー、この優勝戦また前回の重野選手との再戦ともなりましたがこの点については。 いや、全然意識してます。あとはですね、一号艇、ここ勝ちますと、<laughs> 後藤選手の一号艇での通算勝利、ええー、通算勝利が五百勝ということにもなっています。はい。はい、節目、また、くげんになりますね。ああ、まあ、そうですかね。あんまり一号艇得意な方じゃないんで。はい。うん。まあ、しっかり展示見て、買ってくれればいいなと思ってますけど。はい。はい、戸田については、どんなイメージをお持ちですか。あの、戸田はスタートもわかりやすいですし。あのー、結構相性いいと思ってます。はい。はい。 えでは優勝戦に向けまして最後にファンの皆様に一言お願いしますはいあの最後まで精一杯走ります応援お願いします2号艇静岡佐藤明選手です優勝戦進出おめでとうございますはいありがとうございます今回32号機で優質となりましたまずはこのモーターの評価から一言お願いしますはいえー、と全部の足がいいと思いますもう節の序盤からそういった手応えというのは掴んでいらっしゃったんですかはい、はい、えー、ここまでの調整というのはどのようなことをされたんでしょうか うーんと昨日まであ初日と2日はもらった状態でプロペラ走ってたんですけども、はい、昨日はちょっと回転上げる調整をしました気候結構気圧の上下あったかと思うんですけれどもそのちょあたり調整をしていてはいかがでしたまあ、いい調整ができたと思います、はい、ではこの後優勝戦に向けまして調整というのはまたどのようなことを考えてますかあー多分あの今の状態であの行くと思います、はい、スタートについてです。 でですが、え1、ー、本持たれている中ですが、今回いかがでしょうか？そうですね。あまりタイミングはいいのを決めれてないんですけども。はい、はい、戸田に関して初輸出となっています。この点についてちょっと意外でしたが、いかがですか？いやそうですね。まあ、輸出できて良かったと思います。はい、えー、本番では2号手となりました。レースのイメージ考えてることがあれば。あ、そうですね。あのー、自然体で。 レースであのしたいなというふうに思います。はい、えー、では久しぶりの優勝を図っています。最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、ええー、と。たくさんのご声援よろしくお願いします。3号艇静岡重信選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。予選最終日、連勝での勝ち上がりを決めた手今回輸出です。えー、3号機の評価から一言お願いします。まあ、悪くない感じですかね？はい、特にえストロングポイントなどはありますでしょうか？うーん。 うんないです、はい、悪さというところでもで、ね、悪さはないです、はい。昨日までの、えー、調整というのはどんなことをされてきたんでしょうかうん前走者が同期の関口君だったんですけれども、はい、まあちょっと僕には合ってなかったので、はいはい、前傾からプロペラをたいて、うん、まあ自分の回転に合わせたって感じですね、はいまあ、もう納得のいく仕上がりに現状ではあるといえそうですか。いやなんか気象条件は 変わりすぎてて、はい、はい、あまりゾーンに入れてあげることができなかったんですけども、まあ2日目の後半の足になれば、はい、多分いいレースできるんじゃないかなと思います。はい、で今もこうしたお天気ちょっとまた心配なんですけど、この後の予定というのは、あ、今あのエンジンをちょっと点検しながらプロペラを調整しようかなと思ってます。はい、スタート感コンセストはいかがでしょうか。うーん、それもやっぱ気象条件とかプロペラとか、うん。 エンジンの状態によって、やっぱ誤差が生まれてしまうのではい、しっかりいきたいと思います。はい、いまあ、戸田に関しては sg 発優勝といったそういったのも印象的ですけれどもす <laughs> いません。ちょの相性いかがですか？はい、あ、24。1だと思います。はい、えー、2。連続の優勝、前回の完全 v とのも印象的です。だけれども、もえ好、ー、調の要因何かありますでしょうか？プロペラじゃないですかね？はい。 えでは連続優勝をかけて戦っていただきたいと思います最後にもう一言お願いしますはい優勝を目指して頑張ります応援お願いします4号艇地元鈴木博士選手です有志おめでとうございますありがとうございます地元戦今回オール3連隊で決めました、えー、51号機仕上がりから一言お願いしますそうですねまあ勝率よりは動いてるかなと思うんですけど、うん、まちょっとまあ <laughs> 厳しいのは厳しいですけどはい ただショートシリーズでこうした4位通過を決めたということはどこか良さを見出せたってこというこでですすかねそうですねそ、まあ、前傾からまあそこまで下がっていることはなかったので、まあ、安心はしていたんですけどなんとかごまかしてちょっと今回、気候もまた大変なことになっていますがこの後の後調整はどうですかそうですすかそうね今日は多分また昨日よりも回転が落ちると思うので、まあ、そこを回転だけ合わせていきたいです。うん スタートについてですけれども、今回はコンマ1台ずらりです。この辺たりいからですか。そうですね。まあいい感じで全速で通過してます。はい、えー。優勝戦4号艇ですが、イメージとしては現状いかがでしょう。そうですね。5番の伸びがいいんでね、ちょっと蓋されないようにしたいんですけど、まあ全速でスタートいけるように、まあそこだけです。はい。はい、えー。地元は約1年ぶりの優勝を勝っています。最後にもう一言お願いします。そうですね。なんとかスタートいいの行って、なんか持つように頑張りたいです。 五号艇静岡松下和也選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。序盤から四連勝を飾って、今回ということになりました。はい。三十六号機、仕上がり一言お願いします。そうですね。あのー、まあ、今節は伸び方です。はい。昨日についてはいかがだったんでしょうかね。そうですね。まあ、あのー、気温とか、あの気象条件がまあ変わって、はい、あの回転がちょっと上がってこないので。<laughs> まあ伸びのパンチ力もあのつけてたつもりなんですけど、あのちょっとイマイチだったんで、また方向を考えます。はい、はいえー、今日もちょっとお天気。やはり不安定で、また忙しくなりそうですね。そうですね。はい、どのような調整また、はい、そうですね。まあ、あのまあ、回転の上がり良くして伸びるようにしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、出足はもう今節は捨ててるんで、あの、はい、もう一発勝負なんで、うん、あの？ 出足求めることはないと思います。はい、はい、スタートに関してはゼロ台が2回あって、このシリーズをまとめるといかがでしょうか？そうですね。あのダッシュのスタートの方がまあ見えてると思うので、はい、あのまあ、ちょっと風向き、あの風速考えながらこうしっかりと特訓していきます。うん、はい、いま、5号艇となってまあ、攻めやすい位置ではありますね。そうですね。はい、あのスローよりはいいと思います。はい。はい 戸田についてはどのような印象をお持ちですか？まあ、もちろんあの好きですけど、あの？うん、まあ、はい、好きです。はい、はい、では最高の結果を持って帰っていただきたいと思います今年の初優勝へ一言お願いします。はい、あのスタート精一杯いって、えー、攻めるレースをします。あの買ってみてください。 6号艇地元山崎義明選手です。輸出おめでとうございます。どうもありがとうございます、えー、手にされました。38号機仕上がりから一言お願いします。そうですね。乗り心地と出足とかはいいんですけど、ちょっと伸びが足んないかなって感じですねえ。昨日までの3日間で作業というのはどんなことされたんでしょうか？まあ、主にえっ、ー、とペラですね。はい、この後ちょっとまたお天気心配ではあるんですが、そうですね、調整の、はい、調整の予定というのは、まあ今ちょっと本体を見てるんで。 えまたそれの仕上がり次第でまたペラ合わせますはい。スタートについては今回も気合のスタートですね <laughs> まあでもあのフライング持ちなんでちょっと、うん、無理はできないんですけどまあ地元の水面で行きたいところにはどうでしょう行けている感じではあるんですかそうですねはい。はいえー、優勝戦6号艇ということで、えー、イメージはいかがでしょうかそうですね松下くんが出てるんで、はい、えま,あまくってってくれればなんかチャンスあるかなとは思ってますはい 山田先生、さすがは、あの、通算三十五回の優勝のうち、十一回がこの地元の戸田です。ここも決めたいですね。そうですね、頑張りたいと思います。はい、では、一年半ぶりの優勝を勝っています。最後に一言お願いします。はい、えー、精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。